s 1 3 0系クラウンハイソカーとは、1980年代の日本で日本産の高級乗用車や上級小型乗用車を指した自動車の俗称。語源は、ハイソカーを略した造語である。特定メーカーの自動車を指した言葉ではないが、実際にハイソカーとしてカテゴライズされたのは、トヨタの4度ア社が多い。z 1 0系ソアラテン7 0系 クレスタスーパールーセント1960年代中盤になると、それまで車用車や公用車として利用されていた車種、あるいは運転士付きで乗るものと考えられていた高級車が景気の上昇に伴い、これまでの黒ないしは、暗めの外反色から白を代表とする明るい色へ、変わって中流過程へも徐々に普及し始める。 1967年にはトヨタクラウンが3代目にフルモデルチェンジし、白いクラウンのキャッチコピーで個人事業を開拓した。翌年にはハイオーナーカーを歌った日産、ローレルが登場し、この時広告で用いたハイオーナーカーという言葉が、後に上級小型乗用車全般を指す言葉として一般化した。1980年代になり、 反対性運動やヒッピー文化が一段落すると人々は都会的で上昇的な暮らしを求めるようになった。自動車もそれまでのアメリカ車の模倣ではない斬新なデザインとハイガス規制を乗り越えたエンジンが期待されるようになった。そしてその先陣を起きったのが1980年発売の日産レパードであった。レパードはそれまでの日本車とは一線を画す。 燃費系やフェンダーミラーワイパーといった先進技術を搭載し人々の字幕を集めたがエンジンは6気筒が球体以前の L 型で高い評価を得るには至らなかった。その翌年1981年にトヨタはレッパーード以上の高級感とデジタルメーターなどの先進装備に2.8リットルの直列6気筒 DOHC という当時としては 圧倒的なスペックのエンジンを盛り込んだソアラを発売。当時排気量2リットルを超える自動車には年間8万円という税金がかかっていたが、それでも人々は自動車業界の切り開いていく未来をソアラに夢見て購入していく。従来車好きから退屈の象徴とされていたトヨタはこれをきっかけにその評価を覆し始めた。遡って1980年にクレスタを 発売していたトヨタは1982年のマイナーチェンジ時に姉妹車のマーク2、チェイサーと同様にツインカム24を設定。トヨタがスーパーホワイトと名付けた白いボディカラーのこの3車種は爆発的に売れた。白い高級車のブームは1984年に登場した GX71 系マーク2、チェイサー、クレスタで 決定的なものとなり、この頃から1クラス上のトヨタ・クラウニや日産、セドリック、ソアラなども含めた高級乗用車全体のブームへと発展する。当時のバブル景気もこのブームを後押しした。自動車雑誌ではハイオーナーカーブームと呼んでいたが、ホリデーウォートがこれをハイソカーブームと名付け、この頃に登場した多くの高級乗用車をハイソカーと呼ぶようになった。 ハイソカーブームの時代はオーナーカーとして爆発的に売れただけではなく多くの車種がフロントエンジンリアドライブだったことから自動車教習所の教習車や小型タクシーとしても大量に投入されていた。1991年頃にバブル景気が崩壊するとハイソカーの販売に陰りが見えるようになったほかこの頃から国際ラリー選手権に 日本人選手が活躍するようになると、ブームの主体が、ハイソカーからオフロード車に移行するようになり、ハイソカーの人気は凋落するようになった。ハイソカーと呼ばれる車種の多くは、ほとんどが4ドアハードトップのボディを持つ。少数ながら2ドアクーペも含まれるが、スポーツカーゼンとしたスタイルのものは、ハイソカーとして扱われず、セダンに近い形のクーペが、ハイソカーとして扱われた。 内装は、ワインレッドやブルーのモケット張りを基調とし、フルファブリックのルーズクッションシートを合わせた、豪華絢爛なものであった。一方で当時は普通自動車に課せられる税金が非常に高かったことから、大半の車種が車服を小型自動車サイズに収めざるを得なかったことや、見た目のデザインを重視したゆえ、ボディサイズの割に室内が狭いと言われることが多かった。 一部の上級グレードでは、電子制御サスペンションやデジタルメーターなどを装備するものもあったほか、重い車体による出力不足対策として、ターボチャージャー付きの2リットルエンジンが搭載されているものもあった。車体色は、トヨタのスーパーホワイト2が人気を呼び、バーガンディの内装を合わせた、マーク2やクレスタ、ソアラが好調な販売を見せた。 スーパーホワイト2は1983年に登場したトヨタ車純正の車体色で、この車体色を最初に導入したのは、初代ソアラの後期型である。なお、スーパーホワイト2は2020年現在も、同社の一部車種に設定されている。また、バブル景気の絶頂期だった1988年には、上級車種に限り、スーパーホワイト4という車体色も存在していたが、 こちらは現在姿を消している。トヨタのスーパーホワイトシリーズの車体色に対抗し、競合メーカーの日産もクリスタルホワイトシリーズなる車体色を一部の車種に設定し、販売合戦を繰り広げたという逸話も残っている。X80K チェイサー上述の通り実際にハイソカーとしてカテゴライズされたのは、トヨタの6気筒 FR 車だった。他のメーカーも、 トヨタの成功に触発され、ハイソカー路線の自動車を販売したが、市場での人気はトヨタに比べて振るわなかった。あるいはトヨタのハイソカー路線とは異なる形で市場に受け入れられた。y 3 0系セドリックブロアム VIPC32、K ローレルホンダレジェンドにドアハードトップクーペこうして、各メーカーが対抗して様々なハイソカーを投入したものの人気、売り上げともに、 トヨタのハイソカーの画像を崩すことはできなかった。そしてこれらの車種は、ハイソカーブームの終焉とバブル崩壊によって次々と廃止、グレード消滅していった。ありがとうございます。